ったら私立よりも国立とか、ここだったら国立よりも私立の方がいいみたいなラインって肌感覚であります？例えば例えばそういうこと、千葉大と、うんうん、とか横国とか、まあ、神戸っていわゆるその国立の中でも偏差値高めな上位のところと、うんうん、早慶だったら、うん、武田塾チャンネル。いやみんなも学年が変わってね。そうですね、はい、来年の今頃第一志望の大学のこう入学式とか、うん、最初の授業とかに出てるか、もしくは、はい、ちょっと行きたい大学じゃないところになっちゃってるのかと、ね、それが今後1年で決まるわけですね。なので、はい、もしね悩んだこととかあったりしたらぜひ相談してほしいってことで、はい、そんなね受験生の悩みとかね、答えるこの番組は受験相談 SOS。 西村先生、はい、今回の相談ですけど、はい、国立と私立、まあ、国公立と私立ですね、うん、理系ならどっち進んだ方がいいってありますか？お、難しい質問ですね、うん、私的には、うんうん、もし研究をこうして率先的にしたいのであれば、うんうん、国公立のがいいと思います、うん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 、ただその大学生活をすごいエンジョイしたいなというのであれば、うん、私大をお勧めします。なるほど、うん、やっぱその研究機関としては国立の方が、国公立の方が結構充実してるんですか？うん、そうですね、なんかこうやっぱり私大に比べるとその研究施設とか器具とかが全然多分揃ってる率が違うと思うので、うん、やっぱりそういうのってなるとやっぱり国公立の方がすごいと思います。なるほど、うん、これ上位の私立はどうなんですか？例えば総計とか上あの理科大とか、うん、あの、うん、そうですね、やっぱり総計になってくるとそれなりに揃ってると思います。なんかイメージ感覚でいいんですけど、例えばその、まあ、東大とか京大とか、まあ、東工大とかめっちゃむずいとこあるじゃないですか、うんうん、あのなんか国立ここだったら私立よりも国立とか、ここだったら国立よりも私立の方がいいみたいなラインって肌感覚であります？例えばそういうこと、千葉大と、うんうん、とか横国とか、まあ、神戸っていわゆるその国立の中でも偏差値高めな上位のところと、うんうん、早慶だったら、うん、西村先生ならどっち行くみたいな。やっぱりそれでも私だったら国公立に行きます。おー、なるほど、うん、それはやっぱりそのやりたいことが結構国立の方ができそうだからみたいな。そうですね、多分その研究費として割り当てられるのが国立と私立だと多分全然違うと思うので、やっぱりその本当に本格的にやりたいなってなったらやっぱり国公立の方がいいと思う、うん、なるほど、うん、ちなみにこれは院に行く場合行かない場合でも変わります？あ、変わります。変わる、うん、院に行く場合だったら国公立、はい、行かない場合だったら私立、私立の方がいいと思います。就職が充実してるから、ね、その通りです。なるほど、じゃああの院の入試で難しいですかって話でちょっとやりましたけど、はい、あの院でなんていうか国立で院に進まないとあの私立行っときゃよかったって感じになる可能性もあるっていうありますですかね、はい、ってなるとそもそもその大学進学の時点で4年生でそのまま卒業しようと思ってる人は私立を優先してもいいんじゃないかみたいな、うんうんうん、それはすごい思います。うん、なるほどなるほど、分かりました。じゃあなので、まあ、純粋に研究したくてね、あの院も見据えてって人だったら、まあ、国公立を優先に検討してみても、うん、まあ、いいんじゃないかなというところですかね、うん、はい、はい、まあ、参考にしてみてください。今回は以上です。大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。